女性賞は、新末民初の政治家。第四代中華民国大総統。字は占い後、号は、菊人、東海など。引退後は、太鼓道とも称した。祖籍は、河南省、英 a 明府旧県。代々官僚を輩出する名家に生まれたが、女性賞の父が創生したため家は霊落した。女性賞も、また家去に旧大使官僚となることを目指したが学費が、 ないため勉強の傍らで、河南省各地の官僚の初期や、教学の教師になっていた。そうした中、高所8年に里見に合格した。女性省と遠征街は、家同士に元来関係を有し、二人は、早くから知り合っていた。当時浪人時代を過ごし粗暴な遠征街と、穏やかで学問を好んだ女性省とは性格を大きく、ことにしたが信仰を結び、一説には、 遠生外が女性賞の学士を援助していたとも言われる。この二人の関係は遠征街が死去するまで続いた。高所13年に女性賞は家去に旧大し、エリートコースとされる管理委員に配属されたが、途中母の喪に服するなどして、その出世は父としたものであった。女性賞が頭角を表したのは高所22年。 遠征外により編成された新し県陸軍の参謀に就任してからである。女性省は文官であったため軍事知識に乏しく参謀の任には不適任と言えた。しかし遠征外にとっては政学を納め過挙に急大し伝統的な教養もあり、かつ古くから信仰を有する女性省が身近に助言する立場とすることは遠征外自身が身体で 政治的立場を強化するに大きな意義を有した。その後、遠征外の昇進に伴い女性省も東山省、総督有伝武将所など要職を歴任した。戦闘元年、遠征外は、殺傷をとなった、戦闘帝の父厚志親王との対立から失脚した。遠征外による北洋軍を解体する意見も出され、女性省もまたその弾劾の対象となった。 しかし、当時政庁で唯一の有効な軍事力となっていた北洋軍を解体することはできず、その北洋軍の諸将と有効的な関係を有す唯一の高級官僚である女性省を下野させることもできず、女性省は中央政界に留まり、河南省で陰性する遠征外との連絡を取り続けた。戦闘3年5月には内閣協理大臣に任命され、 さらに10月には、軍師大臣となり、王の保つの賞を賜った。侵害革命の後、遠征外が中華民国政権を掌握したが、女性章は自らが身長急心であることを理由に、養殖への就任を避け、相談役的地位に終始した。遠征外の度重なる要請で、国務卿に就任したこと二度あるが、いずれもすぐに辞職している。 民国4年12月の遠征外の皇帝就任宣言に際しては、時期尚早として反対した。中華民国大総統時代の女性省民国5年6月に遠征外が死去すると、女性省は遠征外の故郷である河南省に赴き、数ヶ月間服務している。その後も政権から距離を置いていたが、軍閥同士の構想の調停などを行っている。軍閥の一人、 直霊派の評国省の要請で民国7年に第4代中華民国大総統に就任した。当時票と対立していた暗記派の断基随や法典派の調作人などの人事への賛同を得ている。北洋軍閥では遠征外に次ぐ地位であった女性省であるが自身は軍艦出身であるため軍事知識を有しておらず女性省には軍閥間の調整を期待された。 女性省は、直令派と暗記派の調和を試み、さらに、北京政府と孫文などの革命派を含む南方の諸勢力との終戦に努めたが、いずれも朝廷は順調ではなかった。また、第一次世界大戦に際しては日本が、ドイツより獲得した甲州案の利権を回復を、試みたが、ベルサイユ条約で否定され、これに反対する中国民衆による5.4。 運動につながっている。さらに、前政権の国務総理であった、断気髄が日本などからの借款を浪費したため、政権内外から不評を買い、統治能力まで疑われた。結局、民国11年に、直霊派によって、大総統を辞任させられた。その後は、政界より引退し、天津で官石の収集、整理などを行う生活を送った。民国26年に、 日中戦争が勃発、天津周辺は日本軍に占領された。女性省は板垣聖志郎や土井原賢次らによって日本政府への協力を求められるが、その要請を拒否している。著作としては、自らの所管集である太公同性省、また東三省総督時代にその地域に行った施策を記した東三省政略がある。また、学者を集めて、 清志学案など多くの編纂事業も行っている。他、新元氏を聖子と認定する大層等霊を出したことでも知られている。ありがとうございます。